いたします。この後19時30分より特設の映画上映コーナーで平和アニメ映画一つの花を上映します。一つだけ頂戴っていうのが由美子のはっきり覚えた最初の言葉でした。戦争が激しくなって食べるものが不足し、小さかった由美子はいつもお腹を空かせていました。一つだけ頂戴、そういえば何でももらえると思っていたのです。戦争の現実と食糧難の時代を描いた作品、ぜひご覧ください。